ハロー、スッチーワールドです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。この動画はディズニーホテルレビューの第20弾バリューカテゴリーのディズニーズアートオブアニメーションリゾートのライオンキングファミリースイートの様子をご覧いただきます。アートオブアニメーションはにもカーズ、ライオンキング、リトルマーメイドをテーマにしていて、それぞれのエリアがあります。その場にいるだけでアニメの世界に浸れてしまう楽しいリゾートです。エプコットやハリウッドスタジオにはスカイライナーというゴンドラで快適に行けてしまうのも大きな魅力。マジックキングダムやアニマルキングダムへはバスで行き来できますよ。スチワートたちが泊まったのはザ・ライオンキングファミリースイーツという大人6人まで泊まれるお部屋です。さあ、どんな様子だったのでしょうか。またこのアート・オブ・アニメーションリゾートの中にあるクイックサービスのフードコートでのお食事の様子もお届けします。どうぞ最後までお付き合いくださいね。スチワート in ディズニーワールド。今日はね、12月1日ですが、スチワートはね、ちょっとこういう長袖を着ています。ちょうどいいかな。ちょっとでも肌寒い感じはします。ここにね、泊まります。ここの塔にね。素敵です。こんな感じで近いんですよ。ちょっとね、ちらっと見えてるのがプールですね。はい、で、ここがね、ニモの塔になるんですね。こちらね、6519室です。ファミリースイートっていうね、カテゴリーのお部屋になります。ではでは、ツンツンツン、入っていきましょう。さあ、じゃじゃん。あ、明るい感じのお部屋でしたね。お玄関とかはね、特になくって、いきなりね、こういったね、なんかダイニングテーブルがあって、葉っぱの形の椅子があります。これ面白いんですよね。すごいカラフル。かわいらしい。え、ここになんかサイドテーブルがあるということは、え、これはもしかしたら、もしかしたら、ここはベッドになるのかな。シルビングちゃん、お願いします。はい、シルビングちゃん。まずね、注意しないといけないのは、椅子を動かすことです。やってみましょう。これは、クイーンよりちょっと一個ちっちゃめですね。最大二人までいけます。はい、どうでしょうか。悪くないよ。このぐらいのね、厚みのマットレス。大人の、例えば180センチのね、大柄の方とかは、本当に一人でしか寝れない。これは一人の方が、まあまあいいんじゃないかな。うん、まあ日本人の女性2人だったら、なんとかいける感じ。まあ私たち2人だったらなんとかかなぐらい、うん。そうです。ライトがね、つくんですよね。読書灯にもこれなるんじゃないかなっていう感じで。お部屋ちょっと見てみましょう。キリンさん。映画にね、出てくるキリンさん。で、テレビがあってっていう感じで。キッチンネットからね、見てみましょう。電子レンジです。そしてこちらが紙のお皿、それとプラスチックのナイフとフォークとスプーンということで、あのね、ここにはね、栓抜きとか、缶を開けるのがね、ないんですね。ビールとかね、そう、ワインのコルク抜きとかがないので、ご持参ください。プラスチックのカップと氷のバケット。そしてここね、ミニシンク。これはね、DVC の分とそんなに変わらないかなという気がします。コーヒーマシン。これね、二人用、二つね、同時にコーヒーが作れるっていうマシンになってます。コーヒーメイト、これね、クリームですね。あったかい飲み物が飲めるカップですね。紙コップ。お砂糖とか、あとね、コーヒーね。これね、50周年のね、分ですね。一人分なので使いやすそう。これお土産にもなんか良さそうですね。紅茶が2つと、グリーンティーはね、2つ？なんか2つずつありました。じゃじゃーん。冷蔵庫ですね。ここの下には、替えのペーパータオルとか、あと消火器なんかがあって、そう、ここね、びっくりなんですけど、洗剤がない。洗剤とスポンジがないんですね。DVC はあるんですけど、ここはないです。で、ここね、隠れて、ペーパータオルのホルダーがあります。これね、いいね。なんか、大人ですよね。履くのまた。ね。これはテーブルですね。テーブルにもなるし、荷物置きにもなるという感じの可愛らしいものです。さあ、で、こちらですが、こちらのソ
はね、シルベルちゃん、これちょっとベッドになるんじゃないかな。ここに説明が書いてあります。ここにね、はい、説明があるので、とりあえずこのマットレスを取って、これを、ハンドルってこの、これを引っ張って、バタバタって出す感じになります。まぁ、ちょっと今はね、大掛かりなので。ここね、座り心地はどうですか？でもそんなにも悪くもないって感じで、くつろげそうな感じはありますね。ただね、ここね、まあ一応ここ、まあ2人座りますよね。で、ここに1人座るとして、葉っぱ水に座る感じに。まあここに頑張って3人。はい、これはね、引き出しです。引き出しがいっぱい。ね、結構入りますよね。こっち大きな引き出し。で、このね、引き出しの上には、まあ物を置いたりもできるんですけれど、はい、こちら。USB2 つと電源2つ。このね、セットがもう1つ。こちらにも同じものがありますね。USB2 つと電源2つです。で、テレビが。はい、ありますということでね。で、外ね、ちょっとちらっと見てみましょうね。こちらね、1階なんですけど、ね、こうやってね、ほら、スカイライナーがね、見えるんですね。お部屋の感じが、まあまあ、外から見るとああいう感じだなっていうことで、皆さんね、もう歩いてらっしゃいますね。可愛らしいランプと、お電話があって、ブランケットね、使ってますね、今回ね。で、ここにもね、予備の枕。があります。ブランケットも入っていました。ということでね、ここで使うものなんでしょうね。はい、それではこちら行きましょうか。バスルームその1です。まずね、洗面所、シンクはね、1つになってます。タオルがね、結構ね、多く入ってて、こういうちっちゃいタオルね、6枚ありましたよ。バスタオルもね、6枚だったので、あ、やっぱり6人部屋なんだなっていう感じですね。ドライヤーが1台あって、ゴミ箱があって、あと、かわいいね、鏡があります。ということで、ティッシュがあります。ここにね、姿見があるのがいいですよね。タオル使っちゃったんですけど、ちょっとここ置かせてください。お手洗いと、バスタブがね、一緒になったお部屋ですね。で、タオル掛けがありまして、これね、もともと、プラス2枚ね、ここにバスタオルかかってました。閉めると、こんな感じで。で、タオル掛けがね、3つあります。で、これね、いいですね。ね、タイルがね、素敵ですよね。どんな感じでね、これは、後から塗ったんだろうか、とかいろいろ考えちゃいますが、まあ、日本のバスタブよりは浅い感じで、横に長い感じのバスタブになってます。で、これ、ポンプ式のシャンプーとコンディショナーとボディウォッシュになってます。H2O のブランドになってます。シャワーはね、手に持つタイプではなかったです。で、レインシャワーでもなく、こういうタイプのね、シャワーになります。水圧は結構良かったですね。あと、お洗濯紐があります。閉めるとね、はい、フンバとティモンがいるというね、かわいいですよ。ね、こんな感じで、主張が激しいカーテンになってます。はい。すごい、アニメそのまんまっていう感じで、面白いなと思いました。これ、ちゃんとね、扉閉められます。こうやって引き戸になってるので、ちゃんとね、プライベートをね、確保できます。ここさっき見なかったんですけど、こっちにもね、ちょっとアートがあったりなんかしてます。さあ、それでは、こちらのお部屋に入っていきましょう。ベッドルームになりますね。マスターベッドルームっていうか、まあ、ベッドルームは一つしかないよね。で、ベッド、これが、ここが一番ね、大きなベッドになってるんですけど、あ、ちょっとね、で、使ったのでここに置かせてもらってます。クイーンサイズのベッドが置いてあります。両側にね、こういうサイドテーブルがあって、クラゲみたいな面白いランプがね、こうやって置いてあって、このランプのところにも USB がね、2つと電源2つがついてますね。だから両側に同じものがあるので充電はしやすいなという感じですね。この可愛らしいサイドテーブルは、こんな感じに、引き出しがね、ついてます。もともとね、ここにね、こう置いてあったそうです。どう考えても私たちにはいらないかも。ね、6個も置いてたんですね。もともと6個置いてたみたいです。これもね、さっきの、テレビのところにあったものと同じものですね。引き出しのところに。ここもね、USB2 つ、電源と2つ。
同じものがここにもあります。でここをねちょっと開けると、あ、荷物置きこんなところにあったんだ。それと金庫ですね。はい、それとアイロン台、アイロンで、ここお洋服をかけたりができるということで、ハンガーもあります。で閉めるとこんな感じかな。はい、こんな感じです。このバスルームがねどうなってるんでしょうね。でこれ面白いんですけど、このね小石みたいなね床になってるんですけど、それがね本物の石になります。これから中身一緒ですね、向こうとね。ちょっとこっちの方が大きく感じるかな。ちょっと一回り大きいような感じがします。ミラー石鹸がねありましたね。そうそう、向こうにもね石鹸ありました。やっぱりねこのねちっちゃいタオルも6枚ねちゃんとありましたね。すごいすごい。ティッシュもあって、ここドライヤーがあります。ゴミ箱があって、こっちの方がね広々してますね、姿見で。タオル掛けいいですね。タオル掛けがやっぱりあるないとで随分とこう便利さがね変わると思います。でバスタオル、ここはね4枚でしたね。トイレもね至って本当にあのシンプルなものです。バスタブじゃなくてシャワーになります。ちょっとシャワー見てみましょうね。使ってないんですけれど、扉がねこういう透明のタイプなので、シャワーを浴びててもね暗い感じがしないのがね良さそうですね。でタイルはさっき あのバスタブのねところと同じ感じのものがありますね。同じくシャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、H2O のものがポンプ式で置いてあります。で、下はこんな感じ。で、こちらもね、あの、手に持つタイプではありません。あと、お洗濯のね、紐はね、こちらにはね、ありませんでした。泊まってみてどうでしたか？どうでしたか？シルベ的にはここは高いと思います。手狭なのこれ、6人、4人だったら家族いいけど、例えばお父さん、お母さん、あと子供さん2人、とかだったらいいけど、でもちょっとね、あの大人6人は手狭だと思う。ちょっと狭いね、テーマはすごく可愛くって、ライオンキングがねお好きな方にはねいいんじゃないかなと思います。はい、はい。でお風呂のねお湯が途中で冷たくなったっていうか、あの熱々じゃなくなっちゃったのはちょっと残念でしたけれど、だって今月の最安値、まあ、11月で見たんですけど最安値の日で400ドルでした、はい、最安値で400ドルでもね6人で割ったらね、6人で割ったらって言っても、でも6人でここ泊まるのちょっと手段は あのねここに1人あそこに1人で、であのベッドルームに2人で4人がまあ異限度じゃない、異限度か、まあ、5人でやったらいいんじゃない。しんどい。ここのやっぱり利点は基本的にスカイライナーが使えるということなんで、確かに、そうそう、それでさ、そうそう、スカイライナーが近いんだよねここの部屋、それはねすごい、しかもあのメインのねビルディング、ビルディング、お店とかロビー、徒歩2分ぐらいだよね、お店とかロビーとかレストランがあるところにめちゃくちゃ近い、フードコートね、そうそう、フードコート、だからねそれを考えてのお値段じゃないかな。あのシルベ的には400ドルの部屋ではありません。そっか。え、じゃあズバリまた泊まりたいですか？いいえ。ゾーン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 。スッチワード。ああ、それではね、ちょっとレストランの方に入りたいと思います。さあ、何があるかな？あ、普通にバーガーとかあるね。チキンパルメジャーノ、チキンになんかね美味しそうなんだよ。何番かな。あ、シュリンプ&グリッツっていうのはそれも美味しそうなんだけど、チキンパルメジャーノがいいね。2番だね。他はねターキーのボロネーゼなんかもあって、みんなホールピッツァとか、あー、ピッツァもいいね。ピッチャーのホールピッチャーで20ドルだから結構安いと思う。おお、あのチキン&ベジタブルで作ったっていうのはこの 7.59、 これ子供用なんだね。あ、でも結構ヘルシー、美味しそう。なんかちょっと中華っぽいっていうか、見てみ分かる感じです。美味しそう。
サラダも売ってるね。あ、美味しい。結構なボリュームですね。楽しみです。ユーティシルドとかの食べ終わった50周年のね、あのリフィラブルマグカマグです。$21.99。こっちの柄も可愛い。すごい可愛いです。で、お土産になんか良さそうなのがいっぱい売ってます。クッキーもあるよ。で、お酒もね、売ってるのも結構面白くて、可愛い。あのプラスチックに入ってるからなんか怖くないね。こんなちっちゃいねワインが売ってたりもします。スナックもあります。で、こちらにフェイストリーもあるよ。フェイストリーいろいろあるよ。クロワッサンとかアップルデニッシュ、ドーナツもあります。カップケーキもあります。まあいろいろあるね。おいしそう。エビとかもあるね。シーザーサラダ、美味しそう。ヨーグルト、ピクルスも買うよ。あとね、果物とかもね買って、もうすぐに食べれるものがね売っていたりします。シリアルとか1回分$3ぐらいで買えるということですね。かわいい。チーズケーキかわいいね。カップケーキ、クッキー&クリームサンデー、マーメイドテールカップケーキ、それからマカロン。わー、ちょっとアップの方が買おうかしら。はい、こちらも、あ、ミッキーじゃないね。スッチワード、はい、やってまいりました。夜空いてるんだ。はい、こちらはね、アートオブアニメーションのクイックサービスのお店、ランドスケープオブフレイバーズっていうお店です。はい、まあまあクイックサービスのお店になります。で、こちらね、なんと夜の11時まで開いているということで、まだね、あと1時間とちょっとねありますので、じゃじゃん、こちらで注文しました。これはね、家から持参しました。違います。これは違う。これは家から持参しました。はい、で、こちら今回頼んだのはチキンパルメジャンパスタ。パスタ、これ結構な美味しそう。チキンカツ、いや楽しみ。いや、それでこちらはね、無料でいただけたので、このパルメジャンチーズをね、またねかけちゃうんですよね。ダブルパルメジャンチーズしたいと思います。他も何がありますか。はい、あとね、パスタもあったし、ハンバーガーもあって、で、パスタはね、なんかニョッキで、ターキーのボロネーゼっていうのはね、それも気になってたんですよ。ね、カレーとか、結構エスニックなものもありましたね。ちょっとね、中華風のものもあって、それも美味しそうでしたよ。はい。こちらね、あの、お酒なんかも売ってますので、お酒をね、ここでね、ちょっとホストね、飲むのもいいと思います。で、お水はただですので、あのカップだけいただいて、あの水用にカップをくださいっていうこともできます。それではいただきます。あ、ナイフがね、なんか切れてたからスプーンで切ります。切りにくい。これね、ちなみに2本もできたので。あー、2本もできたんだ。これでゆっくりもできます。すごいすごい、美味しそう。はい、チキンカツ。あー、美味しそう、そう。あの、トマトソースのいい香りしてるね。ちなみにアルフレドソースっていうホワイトソースもマリナーラ、このトマトの代わりに選べるんです。うん、おいしいよ。めっちゃおいしい。5段階でおいしくないでしょ。5段階で4いっちゃうよ、これ。へえ、おいしい。フードコートは思えない味。フードコートとは思えない。パスタも食べちゃう。じゃあパスタ食べないとちょっとまだ4かどうかわからないね。辛口だな、これ。あ、これはね、あのね、カツは4かもしれないけど、パスタの茹で具合はもうアメリカではね、アルデンテなんかはないですよ。もうないと思ってください。このものはね、エグジストしませんよ。はい、あとトマトソースはやっぱちょっとカンカン缶詰の感じが
しちゃうかな。でも美味しい。ガーリックブレッドも食べてください。これガーリックブレッドなの。一応、はい、ブレッドステップ。そうですね。え、でもなんかガーリックの調味しないよ。じゃあただのブレッドブレッドだと思う。なんかすごい炭水化物なんかすごい炭水。なんか塩気があって美味しい。おいしいよ。全体的にはこれどうでしょうか。あのね、4はちょっと言い過ぎだったかも。 3.8 にします。なんでかっていうと、うん、チキンはすごい良かったんだけど、パスタがふにゃふにゃなると。そこ、いや、大きいよそりゃ。日本の方はびっくりするかもしれない、あまりにふにゃふにゃだから。これさ、量めっちゃ多くない。多い。プロテインをさ、出せば、これでチキンフィンガー出せば2人。そうだね、ちょっと1個じゃ足りないかなっていう感じは、うん、はい。だから2人でこれを頼んで、もう1個なんか、あの、アントレ、なんか、例えばチキンの、チキンテンダーとか揚げ物とか、なんか一品ね、加えるといいと思います。はい。でもね、チーズの味もすごい美味しいし、食べやすい。セサミチキンなんだけど、オレンジチキン。モク、モク食いですね。で、こっちの方はですね、実は2ドルぐらい安いですね。わー、約12ドルです。これね、美味しそうだなと思って見てたんです。ご飯の上に乗ってます。で、ブロッコリーいただきます。まず、ブロッコリーから。でも、チーズが食べれるのいいよね、ホテルで。おいしい。セサミの味と、ちょっと甘辛な感じだけど、濃すぎないのがいい。いや、よりも薄味だと思うよ。そうなの。うん。ごま油のいい香りがしてるよ。はい、じゃあチキンで。はい、揚げたチキンの上に黒ごまが乗ってるよ。うん、お肉があって、で、あの甘いコーティングがしてありますね。お砂糖コーティングがしてあって、その上にちょっと醤油と、あとちょっと生姜が入ったようなね、けど癖がそんなにないので食べやすいですね。すごく美味しい。ちょっとパサパサする米ですね。日本のお米と思って食べない方がいいと思います。全然別のものだと思っていただきます。このお米はちょっと香りがするんですけど、そこまでね、なんか癖がすごい強いってわけじゃないので、あの日本のお米ではないという意識で食べると全然大丈夫だと思います。ちょっとアジアっぽいものが食べれるのってすごいね、嬉しいですよね。普段階ではいくらでしょうか、どっちが上かな。 3.9 あれ、ちょ、こっちの方がちょっといい。ちょっといい。っていうのが、食感がチキンがすごいカリカリしています。それで、ご飯は、まあ、パサパサはしてるけど、柔らかい感じ。ブロッコリーはそれなりに歯ごたえがある。食感をいろいろ楽しめるっていう点で、こちらの方がちょっと一歩リードかなっていう感じです。なるほど。はーい。そっちはどう。はい、ということで、いかがだったでしょうか。初めてアトーボアニメーションに泊まってみましたが、もういきなりね、ファミリールームに泊まっちゃいましたが、でもね、フードコートのご飯美味しかったし、まあ、ご飯は美味しかった。で、今回はフードコートで食べたよっていうことと、このお部屋のルームツアーをさせていただきましたが、お楽しみいただけたでしょうか。またね、あの下のね、コメント欄とかにもね、あの泊まりたいとかね、感想とかね、いろいろお聞かせください。このね、動画がね、面白かったよ、良かったよ、ためになったっておっしゃる方はね、どうぞグッドボタン、そして今後の動画をね、見逃さないためにも、ぜひぜひチャンネル登録の方お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。そっちはどう？シルベンジとツンツン、僕です。ミカ、あ、オレンジです。ケチャピがお送りしました。それではまたねー。